オルリーバルはフランス共和国パリにある自動化ライトメトロシャトルサービスである。アラー B 線のアントニー駅とオルリー空港を連絡しており、アントニー駅を経由してパリ市内のアラー交通網に連絡することができる。オルリーバルは1991年10月2日に開業しており、リールメトロの後に続いてバル自動化メトロシステムを使用する2番目の路線である。 建設は論争の的であった空港への公共交通機関連絡線と競合する提案はアラート統合された鉄道路線を含んでおり空港を取り扱う様々な期限の列車を有することができた。シャトルのオプションは少なくとも残りの交通網と統合するように見られた。しかしながら小さなサイズであったバルは空港への駅設置が可能であり特にオルリーウエスト駅は 西ターミナル、オルリーウエストと同じ階層にあり、かつターミナルに非常に近かった。当初はマトラによって私的に運行されたが、利益を出すには建設及び運行にかかる経費があまりにも高かったため、公的に所有されていたラットプに移管された。オルリーバルはパリ地域内で唯一カルトランジュ旅行パスが無効となる公共交通機関連絡線であった。オルリーバルでは、 アントニー駅及び空港間の乗車には、実質的な給油路の片道運賃が請求され、モビリス当日乗車券の利用は認められていない。より高価なカルトパリビジットが受け入れられている。あら及びメトロの乗り換え案内図。ありがとうございます。